こんにちは、タカチャンネルのタカです。今日はデラックスディープスペクターゴーストアイコンを開封レビューしたいと思います。こちらはですね、仮面ライダーゴーストに出てくる2号ライダースペクターが進化して変身するアイテムとなってます。では早速開封レビューしていきましょう。こちらデラックスディープスペクターゴーストアイコンなんですけど、先週の仮面ライダーゴーストではすごいキーアイテムとなってましたね。では早速開けたいと思います。緊張してます。緊張する。光るナルフ仕様になってます。こちらと同じように光るナルフ仕様になってます。鳴らしてみましょう。これが以前紹介した闘魂ブーストゴーストアイコンですね。パッケージこのようになってます。ここにはディープスペクターが映ってます。光る鳴るゴーストアイコンシリーズ、仮面ライダーゴーストもいよいよ終わっちゃいますね。寂しいですよ。はい、パッケージ裏面こんな感じです。はい、じゃあ開けていきましょう。じゃーん、出ました。これがディープスペクターゴーストアイコンです。こちら、ここが押すボタンになってますよ。そしてトゲトゲしい感じがしますね。睨んでいる目のような感じがしますね。睨み目ですね。結構怪獣的な目をしてますね。こんな目の怪獣いたら怖いですよね。さあ、じゃあこちらの裏面の方を見ていただきましょう。絶縁シートがあるんで抜き取ります。さあさあ、これでモンスターサウンドが発動しますよ。いきます。おお、迫力だ。迫力がある。おお、迫力があるね、これ。うわ、怖っ。怖いな、これは。魔物のような、モンスターですね、これは。で、上、見ていただきましょう。ディープスペクターと英語で書いてあります。そして D ですね。紫色でこのクリスタルの色、高級感がありますね。クリアな紫ですね。いい色してますね。ゴーストドライバー、はい、ゴーストドライバーに登場していただきました。では遊んでみましょう。ディープスペクターゴーストアイコン、変身。うわ、すごい。音の迫力がすごいね、これは。いいね、これは。じゃあちょっと2回目のトリガー操作いきましょう。おお、すごい。こんな、なんか、結構スペクターもう叫んじゃってますもんね。叫び声ですよ。すごい。オメガドライブ。
あ、大目玉もあるんだ。あ、大目玉もありますね、これ。あ、2回に1回セリフが極限大観覧、ディープスペクター、大目玉になりますと書いてあります。大目玉もあるそうです。じゃあ、行きましょう。最後までご視聴ありがとうございました。デラックスディープスペクターゴーストアイコン開封レビューでした。いや、良かったですね、今回のゴーストアイコンも。これがラストのゴーストアイコンになると思うんですね。あ、違うな、エグゼイドのゴーストアイコンが残ってます。10月1日に発売するゲーマードライバーについてくるエグゼイドゴーストアイコンを今度は紹介すると思います、ゴーストアイコンでは。はい。というわけで、はい。次回もよろしくお願いします。グッバイ!